はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍している方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でもシリアの人道危機を専門に活動している杉谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、杉谷さんの自己紹介をしていただいてもよろしいですか？はい、現在ですね、NPO 法人スタンドウィズシリアジャパンというところで副理事長をさせていただいております杉谷と申します。この活動をしながらですね、認定 NPO 法人ベリーフィフティというところで同時に仕事をしていたりとか、また過去に株式会社マザーハウスというところにも勤めていたので、そこの話も一緒に合わせながらできたらなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、今のご経歴聞いている中だと、国際協力にすごい一貫してるなってイメージ持ってますと、はい、ただ杉内さんがそもそも国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、何がきっかけで国際協力に興味を持ったんですか？自分が国際協力に興味を持ったのは小学生か中学生か、あの自分の記憶が曖昧になってしまっているんですけれども、はいはいはい、親のですね、うん、社員旅行というところでタイに連れて行ってもらったのがきっかけになっていて、そうなんですね、はい、それまではですねグアムとか、はいはいはい、タイパンとかに行ってたんですけども、はい、ちょっと趣向を変えてタイに行くっていうことになって、はい、でタイに行った時にですね、はい、ここで今まで見てきたところでやっぱり日本とかタイパンとかグアムとかしか見たことなかったんですけど、タイに行った時に当時めちゃめちゃ開発が進んでいて、高層ビルがどんどん建っているような、まあ、都会のタイと、あとはやっぱり駅の周辺にですね、すごいこう物乞いをしている人だったりとか、はいはいはい、貧困層の途端に住んでいるような人々がいたりとか、その格差みたいなのがすごくこう自分の中にグッとくるものがあって、うんうんうん、でそこから国際協力っていう言葉はその当時知らなかったんですけど、うん、新興国だったりとか、あ、こういう世界があるのかっていうところに興味を持ったのが、うん、はい、きっかけですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ国際協力っていうところに興味を持って、そこから大学っていうところの選択までも一貫してやっぱり国際協力には紐づいてるものだったんですか？そうですね、ずっと国際協力やりたかったっていうのは、うん、自分の中には確かにあります、ね、あ、そうなんですね、はい、でもそこで何をしたいかっていうところはまだ明確ではなかったっていう状態だったんですね、はい、あ、じゃあ大学は学部もそっち系だったんですか？学部は全然関係なく工学部、はい、あ、そうなんですね。でなんですけれども、もともとずっと理系で来ていて、うんうん、理系から文系になる方が多分簡単だろうなと思って理系になったっていうところもあって、で、まあ、よくよく大学の学部を考えた時に、うん、国際協力って実際仕事にするにはどこに行ったらいいんだっていう話を見たらですね、意外と理系の仕事の方が多いんですよね、はい、確かに専門職っていう観点で言ったら、はい、文系よりも理系の方が圧倒的に多いですよねっていう感じですよね、はい、そうですね。なるほど、なのでそのままそれだったら工学部で行くという形で行ったというのがあります、ね、なるほど、ありがとうございます。じゃあ工学部に進みました。進んだ後って大学4年生の間は途上国というか、そういったところに関わった機会とかもあったんですか？大学の期間で学部で何か関わったみたいなところは、卒業論文で途上国に関する論文を少し書いたっていうぐらいなんですけれども。そうなんですね、はい、工学部で途上国に関する内容を書くってどういう内容だったんですか？卒業論文はですね、公共工事とかをするときに、はい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 、経済評価をどうするかみたいなところを研究していて。なるほど。でそこでですね、簡単に言ってしまうと途上国に住んでる人たちって、はい、目先の利益がやっぱりすごい大事、うんうん、なので公共工事とかをするときにも割引率っていうんですけれども、うんうん、評価をするときにどれくらい近い未来を優先するかみたいな率だと思っていただければなと思うんですけど、それをすごい高く設定するんです、うんうんうん、で逆に先進国になると将来にわたってって考えるので低く設定するんです。なるほど。どういう風なバランスでやっていくのが一番、例えば経済成長がし終わったとか止まったみたいな状況の時に GDP の変化と割引率みたいなのをこう紐付けるとどういう風な結果になるのかみたいなことを研究してました。なるほどですね。あ、でもそこはじゃあ実際フィールドワークっていうよりは、はい、本当にロジックでそこを固めるっていうところですね。はい、シミュレーションみたいな形で計算をしていくような感じで。なるほど。でその後じゃあ大学4年間過ごして大学院に行ったんですか、それとも就職っていうところにしたんですか？もともと大学卒業するときに就職してもいいかなと思ってですね、はい、いろいろ就職活動とかも見てみたんですけど、はい、なんかこういまいちピンとくる企業がなかったっていうのもありますし、はい、大体周りがみんな理
理系だったので、はい、大学院友達みんな理系で大学院行くよねっていう雰囲気になったっていうのも、うん、確かに、まあ、理系はそういうのありますね、はい、あります。で国際協力を仕事にしようって考えたら修士号っていうところは一つ取っておいて損がないものだと思ったので、うんうんうん、はい、ピンとくるところがないなら取っておいた方が得かなっていう感じで修士に進むような感じで、結構消極的な理由で修士に進みました。なるほど。じゃあ実際は大学院に進みますと、じゃあ大学院も工学部で進まれたんですか。はい、ただ大学院になってからはやっぱり国際協力ってところを専門にやりたいなと思いましたし、なんかこうフィールドワークにも行きたいなと思ったので専門自体は変わってないんですね、うん、工学系の防災関連だったりとか、はいはいはい、そういうインフラを考えるみたいなところで、うん、研究室はほぼ変わらずだったんですけど、はい、専攻だけ国際協力学専攻っていう形に変わりました。あ、そんな柔軟性があるんですか。はい、ちなみにどこの大学なんですか。東京大学の大学院なんですけど。あ、そうなんですね。学部の同じ教授のところで大学院だけの専攻があって、はいはいはい、っていう感じ。あ、なるほどですね、はい、学部では見えてこなかったけど、はい、大学院では見ることができる学あ、なるほど、はい、そういうことですね、はい、じゃあ実際大学院はフィールドワークとかに行かれてらっしゃったんですか。そうですね、フィールドが決まるまでに結構いろいろ大変だったことはあったんですけど、フィールドが決まってからはネパールの方に結構滞在をさせてもらって、なるほど、はい、震災復興の研究をしてました。そうなんですね。じゃあ研究対象はインフラで、ただ地域がネパールになったと、はい、そうですね。でインフラっていうほどのものもない、うん、状況の場所に行ってですね、今まではこうインフラの評価とかをやってたんですけども、うん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 、どちらかというとインフラがないような人たちがどういうふうに復興を遂げていくのかっていう人のつながりだったりとか、そこにこう NGO の支援があったりとかっていうところのプロセスを誰も分かってないような、はい、勝手に進んでいくようなものをどういうふうにプロセスを見える化するかみたいなところが研究テーマでした。あ、でも確かにそれは面白いですよね、はい、実際どんなプロセスだったんですか。すごく当たり前ちゃ当たり前ではあるんですけれども、自分の研究がですね、どういうプロセスで客観的に見ていったかという話ではなくて、その被災者たちが何をまずニーズとして求めて、何が手に入ったら次のフェーズに進めるのかみたいなところの主観的な部分をすごいインタビューで聞いていて、でそうするとですね、やっぱりまあ当たり前の話であるんですけど、最初にベーシックニーズといいますか、水だったりとか、まあ、命を守るものっていうところが来て、でそこからですね、実は働きたいっていう、あ、そうなんだ、欲だったり家業のまあ元々飼っていた家畜とか農地がどうなってるかっていう心配に変わっていって、で最終的にですねコミュニティだったりとか家族っていうところのまあ心配ごとにこう移っていくっていうか、はい、プロセスを明らかにしたという感じ。まあそうなんですね。でも確かに言われてみれば当たり前だと思ってるかもしれないですけど、それを可視化するってなかなかできることじゃないんですよね。なかなかできないです。なるほど。じゃあそういった形で研究をしてらっしゃったと、はい、じゃあそれ2年終わってそこからもう1個あるのが博士課程行くか、それとも就職するかってところなんですけど、それはどっち選択されたんですか。はい、自分は就職をする方を選択したんですけれども、修士を取ってですね博士も面白そうだなと思ったんですが、このまま博士課程に行くと世間知らずになりそうだなと思っていて、そこでまあ1回就職を挟んで本当に取りたいなって思ったらもう1回博士課程来ようかなっていうことを思って就職活動するっていう形になりました。はい、なるほど。じゃあ就職活動をするにあたってどういう企業を見られていったんですか。その中で国際協力で、はい、まあ、仕事ができるっていうところが、うんうんうん、まあ、一番自分のポイントなので、はい、それこそ JICA だったりとか、うんうん、開発コンサルタントだったりとかソーシャルビジネスっていう文脈で国際協力をやっている企業とかもいくつか見たりしたっていう感じなんですが、ここでもですね、うん、ピンとくる企業がなさすぎてそんなピンとくる企業ないですね、はい、ピンとくる企業がなさすぎて最終的には3社しか多分エントリーしてない。え、その3社聞いてみたいですけどね。むしろ開発コンサルタントが2社で、うん、もう一つマザーハウス。あ、そうなんですね。ちなみになんですけど、そこまでピンとくるものがないっていうのは2つかなと思ってて、原因は、はい、1つは企業としての魅力がそもそもない、でもう1つは杉谷さんのハードルが高すぎる多分後者ですよね。はい、後者です。確実にみんな他の同級生とかはスパスパ就職先決めてきたので、はい、全然ピンとくるものがないって言ってるの自分だけでしたでそうなった時に僕すごい気になるのは、何がピンとくる対象だったのかっていうのが気になってて、はい、杉谷さんが考えるピンとくる企業って何が一番大事だったんですか。面接とかにも進んでみないと分かんないなって思ったところだったんですけども、うんうんうん、内部にいる人が、まあ、どういう考えを持っていて、はいはいはい、どんな感じで面接だったりとか説明会だったりをしてくれるのかみたいなところは大きかったなと。なるほど、そういうことですね、はい、じゃあ説明会で分かる人の良さとか、はい、人なりみたいなのを見て、ここを自分も一緒に働いてみたいなって思わせるかどうかみたいな、はい、っていうところで思わなかった企業が多数ありました
るほど、ありがとうございます。ちょっとこの動画では杉谷さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、まあ、大学院で就職の道どういう観点で進められていたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では就職してからどういうお仕事をされてたのかなっていうところをお聞きしたいなと思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。